はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。月読み自然農園のたかしです。よく育がしていたジャガイモの芽がだいぶ出てきたので、大きいものは半分に切り分けていきます。こちらが切って2日経った種芋です。2日間日光に当てて傷口を癒しました。はい、じゃがいも植えていきます。半分に切ったじゃがいもは逆さ上にして、丸いままの種芋はそのまま置いていってます。で、スコップで穴を開けて種芋を植え付けていきます。植え付けの動画は前回の動画をご覧ください。はい、植え付けが終わったので、ちょっとずつ草をかけてます。はい、前回の植え付けと合わせて種芋300個植え付けしました。本で読んだのですが、ギシギシが生えている畑は適度な酸性度でジャガイモに適した土だそうです。こちらの畑はもともと田んぼだった畑で、ジャガイモがどのくらい育つのか楽しみです。ギシギシの新芽は食べられるので、塩茹でして、食べることにしました。とてもぬめり気があって、春の香りがして美味しかったです。